あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回もやっていきましょう。前回は、あれ最後まで行ったんかな？マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キエーイ。ほい、じゃあ行こう。行くぞ行くぞ、二人とも。二人っていうか、まあ一人だけども。よし。へい。お、ボスを倒したエリアの特別任務を受けられるようになったぞ。なるほど。ってことで、前回はこの砂漠エリアを全部クリアしたから、今度は廃墟エリアに行こう。アイテムはブーメラン。手に入る材料はカボチャ人参と何かのエキス。どっちも意味がわからないね。コース、まやかし屋敷。で、今回は全員ブーメランやから、ブーメラン酋長で。今回はっていうか、今回も。まやかし屋敷1。さて、どんなコースかな。よし。ん？雨が降り夜。3色あるってことは多分これ、こうよね。多分それぞれの色のとこじゃないと、渡れないんだと思う。よいしょ。ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。にゃ。いきなり当たってしまった。ハート、回収。他のとこ渡ったらどうなるんかなーとかも思うけど、まあいいことはきっと起こらないと思うから、そのまんま行こうと思うよ。あっこ途中で入れ替わるね。ってことは、こういうことか。緑で、なんかめっちゃ太鼓みたいな音聞こえん。太鼓って言ってもなんか小太鼓みたいな。よいしょ。待って失敗。ちょっと待ってね。ちょっと待ってて、赤。ブーメラン取らずに行ってた。何してんの？ブーメランを手に入れた。手に入れたじゃないわ。危ない危ない、ほんと。これで、ちょっと赤連れて帰ってきて。はい、これで。はい。おし。もう最初からなんてミスを。武器を取らないっていうね。意味のわからないことをするところだったよ。これで、ちょっと、キャッチしてくれる？ちゃんと。お、よかったよかった。はい、じゃあ、赤渡ってってね。んで、ここで、緑を引き寄せてからの、ほいって渡すじゃん。で、こっち向いて、緑、あ、そっかそっか。2段じゃないんだよね。1段なんだよね。こんな感じでいいでしょう。で、ちょっとこの辺やっつけとこう。よいしょ。は。は。え？まさかの。まさかのブーメラン当たらんっていう。マジっすか。え、てかね、てかね。ここは、青と赤。あ、青が先か。え、てか思ったんやけどね。あれってさ、幽霊なわけやん。お化けなわけやん。お、鍵、やったね。鍵ゲットー。はい。で、ポイって投げといてからの、びっくりした。何が起きたんかと思った。草むらが。幽霊なのにブーメランが当たらなくって、剣が当たるっていうわけのわからない、仕様になっているのかね。え、そういうところも合わせての、まやかし屋敷ですか。なんか、え？ブーメランが効くと思ってるの？みたいな。いや、そっちよりかこっちか。剣が効かないと思ってるの？っていう方かな。へいへい。お、なんか現れた。え、これは、色が分かれてるってことは多分それぞれのにしか攻撃が当たらないということ。てか全然こいつら攻撃してこんのやけど。へいへい。お、火がついた。お、
あっちの攻撃は当たるのか。なんだそれ。もう。んで。あ、これで。おし。オッケー。ん、鍵が出てきた。ここも鍵がいるんやね。びっくりした。ちょい待って。写真を撮った。この白いやつは誰でもできるってことかな、攻撃が。おし、開いた。これ順調じゃない？ってことで、はい。さあ、行くよ、緑。よーし、これで。普通にクリア。え？待って、まだあるの、先。え、あるじゃん。増えた、増えた、増えた。増えたよ。ね、増えたってちょっと。え、待って、2段しかも。ってことは、ちょっとさ、待ってよ。ちょっと待って、2段ですか。おー。危険だ。あ、しかもこっちは3段。ちょっと待って。2段と3段ね。わかった。わかったから。次。ん？青はいないの？え、消えた、消えた、消えた。ちょっと謎がいっぱいあるんだけど。で？あ、赤も3段しなきゃいけないんだよね。ん？てか攻撃してこないんだけど、ほんと。さっきからね、周りをぐるぐるなんかね、何なのって感じ。からかってんのって感じなぐらいなんだけど。とりあえず、あ、消えた。あ、いた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 。よし、これで。あとあの一匹だけ。あれ。よし、あれ、どこ行った？あ、いた。へいへいへい。おーし。なんかスイッチ。お、宝箱、宝箱。やったね。ってことで、ちょっと二人投げといて、宝箱取っとくね。お、満タン。アイナが100ルピーゲット。これ今ステージ2か。は。はい、まやかし屋敷3。ここまで結構サクサク来た。あ、爆弾がいる。爆弾。あ、あれだ。てか、ちょっと待って、こいつ先にやっつけとこ、なんか気持ち悪い。えい、あ、ちょっと待って。待ってよ。いやー。ブーメラン。こいつはブーメラン効くんだね。オッケー。で、ここで、爆弾を取ってからの、はい。おっしゃ、来た。あ、ここ3人で乗らんといかんやつや。じゃあ、ちょっと。おいしょ。ポチッと。お？なるほど。いっぱい浮かび上がってきた。んで、とりあえず、こっちから、こっちに渡すでしょ。うわ、ちょっと待って。ちょいちょいちょい、お前ら。はいはい。オッケー。オッケーとか言いながらさ、もう、3つも体力減っちゃったんだけど。やばいやばい、ハート回収しとかないと。んで？あと、こっちから、赤を投げといて、あー来るよ、はい。くるくる。へい。オッケー。なんか、地獄の沼みたいな感じやねん。地獄の沼がどんなんかわからんけど。で、とりあえず、こっちから回収しとけばいいんかな。回収して、投げる。よし、ハートもついでに回収できた。んで、次に青をこっちから投げる。ん？あそこなんか爆弾いる？ちょっと待ってね。爆弾いるっぽいね。ってことはこっちで受け、あ、なんか向こう側に幽霊いるんだけど。こっち側で、こう。え、待って、下に落ちた？落ちたね。よいしょ。で、はい、投げて、ほい。うお、びっくりした。速攻で割れた。で、赤回収して、ハートはない。ないな。よし、こいつらやっつけとこう。びっくりした。ハートかと思ったのに。マジか。よいしょ。ちょっとこいつやっつけとかないと。よし、紛らわしいんだよね。ハートかと思ったら。で、あ、そうそう、こいつ、ブーメラン効かないんだった。
よし、オッケー。んで、緑、青、赤。緑、青、赤。だから、こういうことだね。これで、ポイッと、やっといて、次にこっちを、ポイッと。え、で、どこ行けばいいの？向こう。こっち？あっち？え、わかんない。とりあえず、一番向こうに、あ、上に上がれる。あれ。よし、これで回収するじゃん。え、これで回収して？あれ多分3段だよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、できない。あ、もしかして、ちょっと待って、もう一回ちょっと青戻すよ。戻して、これギリギリに立ってたらさ、トーテムとかできるんじゃないの？できないの？あ、できた、できた、できたじゃん。で、これで、向こうからまた、トーテム。オッケー。んで、一番上を、投げる。オッケーで、ボタン。お、橋。ってことは、あっち側に、ほい、これで、普通に陸続きでいけるわけだね。オッケー。おし。は。まやかし屋敷4。いやー、ボスだよ、ボス。でもなんかまだ進んでいくとこあるんだけど。ちょっと待って。こういうことだね。早く。で、こっちに、はい、緑を渡す。で、こっちに青を渡す。で、青が赤を回収して、あっちに。あ、ちょっと待っ、あ、行くよね、びっくりした。で、次、こっちで緑回収。ほい。で、また向こうに、あ、今度は渡すんじゃなくて、普通に降りればいいんだよね。あ、ここで一旦止まるからちょっとびっくりする。うおー、待って待って待って、いっぱい出てきた。いっぱい出てきたって。で、待ってで。で、青はやっつけた。青はやっつけたから次緑。次緑。はい。んで。あれ、赤いないの？いたいたいた。あれ？壁の向こう側行ったんだけど。うおー、出てきた出てきた。しかもちょっとスピードアップして出てきた。あ、宝箱。イェイ。お、ハート、やったね、満タンだ。おーし、じゃあ進もう。あれ、ここステージ4よね。あ、そういうことか、ここね。あ、違う、自分も。あれ？あ、なんかスイッチある。スイッチ押したら出てくるボスってこと？どんなボスなん？何？手動なの？へい。あ、橋がなくなった。帰れない。まあ、どっちにしろ帰れんけどさ、上とか。いやー待って、え、なになになに、捕まれた、捕まれた、捕まれた。え、なに、怖い。にゃ。え、ちょっと待って、落とされたって。しかも写真。え、でも一回目の時さ、全然大丈夫じゃなかった？あ、もしかして、もしかして、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。端っこにいたら大丈夫とかそういう。いや、全然大丈夫じゃねえわ。この辺とかさ、あの、隙間にいたら大丈夫なんじゃない？隙間じゃない。あの、ギリギリのとこ。あ、今ちょっと足かかりそうだったよ。だから多分そういうことで、ほらほらほら。こういうとこにいたら多分、ね、大丈夫なんだよ。なるほどね。うおー。ちょっと待っ、方向があるってことかな、もしかして。へいへいへい、来い。ここで待機してやっつけてやるわ。うわぁ。おし、セーフ。セーフ。よし。あ、一匹やっつけた、今。イェーイ。ほら、落とされるもんか。落とされるもんか。さあ、来い。こっちから向かってやってもいいぞ。あ、やばい。切り替えてもダメなんだよね。落とされたら終わりだから。へい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 。大丈夫でしょ。ほら、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫だから。これで、ちょっと青も、この辺とかにいて。さあ、やっつけるんだ。おお。おう、合体した。トーテムしてしまった。さあ、どう？こっちに切り替えて、
さあ、来い。来いよ。へいへい。全然来ないんだけど。ブーメランはやっぱり効かない。はい。ああ。ああ、落ちた。待って、危ない。さあ、どう？ここから。あ、大丈夫？おし、よかった、大丈夫だ。ここはまだセーフのとこだね。さあ、来い。あ、はあ、自分で落ちてしまった。なんてこと。おし。まやかし屋敷4。こっちじゃなくって、赤だよ。赤。赤なんだけど、そっか、どっちでもいいのか。オッケー。はい。手動で出てくるボスね。へい、待って。よいしょ。あー、間違えた。いきなり間違えた。でも大丈夫だし、落ちないし。あー。方向が間違えば落ちてく、落ちてくるじゃない、落ちる。斜めから来られたらダメってことか。謎。あ、違う、斜めから来られないとダメ？うん、わからない。でもこの方向だったら大丈夫なんだよね。どういうことだ？あれ？剣がたまに出せない時があるのはどういうことなんだろう。そっちダメ。え、どういうことなんだろう、マジで。だって別に、え、剣ってさ、ゲージ関係ないよね。あるの？え、あるの？ちょいちょいちょい、ケって言われてるけど。待て。おっしゃ、あいつは倒したぞ。これで。さあ、来い。どうや。大丈夫だし。大丈夫だし。一回狙われたらずっと狙われるってことかな。ね。ぽいよね。あ、自分で落ちてしまった。このボンミスをなくさなければ。でもって、ちょっと待ってね。こっち映るじゃん。映って。はい、オッケー。はい、オッケー。ほらほら、この辺さ、ちょっとハート回収したいんだよね。出てこないハート。あ、出た出た。オッケー。んで、次。ケケケケケケって言ってる。違うよ。さあ、来い、来るんだ。どうよ。あ。へん、大丈夫だし。大丈夫だし。ケケケケケケ。あ、そこはダメ。あ、大丈夫だった。大丈夫でした。へい、で。おし、こいつも、やっつけてやる。来い来い来い。さあさあ。どうだ。あ、ダメ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 、そっちダメだよ。あー、危ない。また危ないぞ。はいはい。もう速攻で切り替えないとね、これ。危険。こっちにハートはないと。こっちは？ダメだ、ルピーだ。さあ次、あの2匹だね。これずっとやってたらやっぱり、剣出なくなるんかな。なんかね、ブブブブブブっていうようになるんやけど。ほらほらほら。あ、しかもハートあと1個しかないよ。いや、危険だよ、それ。とりあえず、ちょっと。マジですか。あー、よかった。ギリギリギリ。こうやって、振り返って、振り返、あー、ダメ。あ、大丈夫。オッケー。へいへいへい。で、こっちこっち次。おっしゃー。んで？んでって。はい、振り返ってからの、オッケー、いったー。ギリギリ。ハートあと1個だよ。危ない。おし、これで。落ちないでね。よし。
いけたー。おし、ぐだぐだ。は、はい、まやかし屋敷。なんだあの黄色い水は。とりあえず真ん中取ろう。何かのエキスを手に入れた。なんだ、何のエキスだ。不気味。はっ、まやかし屋敷クリア。やったね、やったね。あー、こんなところで映したのか。もうこのね、ピンチになると映す感じね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。また、まさかさ、敵に持ち上げられると思わんかったよね。噛むし最後。